über für Lieben on a rhyme. Du mich sommer solle über fumme Wein. Wo war so young cost so free. Sembuku wa wasa bumi in the wine. Baby hearts a sembuka wa pisha mine. Wo stunk go out like a free.皆さんおはようございます。ゆっくりです。昨夜のサマーちゃん炎上事件から一夜明けました。ナガルさんが朝ごはんを作っている間、リクシ君にはパソコンをお借りしてプラグインを作ってもらっているのですが、何やらリバティちゃんの愚痴を聞いてあげているため作業が進まないようです。ナガルさんがパンケーキを焼いている間に、この場をお借りしてお礼を。いつも、閲覧、コメント、毎日やお気に入り、また、パート13では広告までいただき、ありがとうございました。パート1の再生数が、700を超えていて、びっくりしていますが、とても嬉しく、飛び跳ねています。いろいろ、至らない点もありますが、今後ともよろしくお願いいたします。パンケーキが飛び出たのを見てみないふり。焼き上がったのでみんなを食事に呼びましょう。レンマグリーバー、リクシさんもプラグインを作り上げたら食べようね。今日はトラビス君と3人で並んで食べています。お話もたくさんして仲良くなれるといいな。昨夜の火事騒ぎで睡眠不足だったため、ご飯の後は寝直してラトルスネークジュースバーに来ました。リクシ君には今日もバーで働いてバーテンダースキルを上げてもらいます。バーテンダーの収入が入っていないような気がしますが、楽しいので行くことにします。そしてナガルさんにはギターでひらめきを引き寄せてもらってから、また新しい曲を作ってもらいます。ジュークボックスはゲストオーネー。今回の曲は大胆な旋律という種類で作ります。前に使用許可を出した曲が1週間で使用料がもらえなくなるらしいので、早めに作っておこうと思った次第です。ギタースキルがレベル10に上がれば、もっと収入が上がるかな。さて、今日は早めに戻ってきました。今、毎日の収入と、こまごました拾い物や、チップと、釣りの稼ぎで、3000ニシムオリオンまで溜まっています。カエルも順調に繁殖しています。明日は、一日中、お金稼ぎをして、お金を貯めたいので、早めに寝ましょう。おびしゃ、フリーボーノ。おはようございます。今朝は早めに起きて、いろいろ済ませて朝ごはんを食べています。今日はオアシススプリングスの美術館に行って、ナガルさんのギターとリクシ君の買い方で稼ぎましょう。チップの稼ぎも少し良くするため、お友達も連れて行きます。ケイルプゾイボーヴェカレンゼ。まあ
さて、やってきました。2階のイーゼルには、誰かが描いた絵が残っているので、建築モードで、絵を壁に飾って、リクシ君が描けるようにします。リクシ君は、今、自信があるムードがついているので、自信のある絵を描いてもらいましょう。ナガルさんは、1階の入り口の近くで、昨日の作曲の続きをしましょう。先にひらめいてもらったら、いい曲ができるかな。リクシ君も頑張れ。ひらめきを引き寄せる時の曲は、軽やかでいいですね。リクシ君の演出の具合はどうかな。あれ、できたの。あれれ。この、毛糸がほどけたようなたてがみの、ライオンらしき絵が、自信がある絵なんですか。とりあえず、額縁に入れて、自信のある仕事を見てみましょう。うわぁ、めちゃくちゃ自信がついた。100シムオリオンのキャンバスで、186シムオリオンで売れたので、よしとしますか。すごく納得がいかないけど、次は、大きなポップアートを続けて描いてもらいます。大きな岩の山の前で、自信ありげにギターを弾くナガルさん。こちらはまだ納得がいくのになぁ。おぉ、リクシさんの絵画スキルが、レベル4になりました。絵画は、描き上げるまでも、レベルが上がるのも、早いような気がします。おぉ、これは253シムオリオンでできました。153シムオリオンの儲けです。どんどん頑張ってもらいましょう。今度は、大きな抽象画です。ちょっと、絵を描いているところを眺めてみましょう。まだ途中かと思ったら、できてました。何を抽象的にしているのか、ウプ主にはわかりません。それでも、180シムオリオンで売れたので、80シムオリオンの儲けです。トイレに行きたいようですが、もう1枚書いてもらいます。おお、ナガルさんも、もう少しでギターレベルが10になりそうですね。リクシさん、それを買えたら、トイレ行って、ご飯にしようね。最後の、火山のような古典画は、193シムオリオンで売れました。お疲れ様。お待たせしました。トイレに行くトイレー。さて、ご飯に行く前に、コメントで。仲良くなるには、雲と星を眺めるとめきめき上がりますよ。と、教えていただいたので、早速試してみます。フロム。ああ、バジンクラプタウ。
おお、モリモリミサリのプラスが飛んでますね。これは期待できそう。さて、今日の晩ご飯は、リクシ君にホットドッグを作ってもらいます。お腹が空いてるせいか、しかめっ面のリクシ君。もうちょっとだから、頑張って。できました。初めての料理です。それにしても、ここの眺めはすごくいいですね。ミロークリークの緑がたくさんの景色もいいですが、山の向こうの吸い込まれそうな夕焼けが綺麗です。設定上では、サルはいとこということになっていますが、実は、まだ友達にもなっていないので、焦らなくてもいいですが、いろんなことを一緒にしながら、仲良くなってほしいです。Yibs. 夕焼けと、道を通る人と、かすかに聞こえる子供の声。なんだか、懐かしい気持ちになります。腹減った。ご飯も済んで、お友達を連れて、ラウンジにやってきました。さあ、頑張って稼ぐぞ。リクシ君が後ろのバーで頑張っているので、ナガルさんももう一息頑張りましょう。何気に後ろのリクシ君、カクテルを作るパフォーマンスが上手になってきました。おーおおお、やりましたー。ギタースキルが最高のレベル10まで上がりましたー。ナガルさん、おめでとうまだ、楽曲は終わっていませんか。ナガルさんがギタースキルをマスターした大和しに、家に帰りましょう。泣き鳴らす天才の称号、嬉しいな。本当におめでとう。帰ってきました。さあ、これからナガルさんへのご褒美です。今日、黙々と稼いだのはこのためです。念願の、家を建てます。まずは置いてあるものを、隅っこに寄せて。今あるお金のギリギリまで使って、豆腐ハウスですが、頑張ります。汚い建築ですが、少しだけお付き合いください。Bye.
よく眠れますように。ご視聴ありがとうございました。